はい、どうも、キムチャンスのあやかでーす。どうもー。はい。来ました。来ました。待ってました、私。スペシャルトーク with スカイハイさんとちゃんみなさん。ガールズグループオーディションプロジェクト2024ノーノーガールズということで動画が2段目かな、対談動画出ましたので、ちょっと今から見ていこうと思います。エントリー受付期間、今日までです。皆さん。まだ、なんかと言いますか？まだ間に合うよ。12時まで間に合うんじゃない？はい。私が担当させてもらってる生徒さんは、多分もう、応募終わったと思いますけれども、本当にね、本当に、いい意味で楽しかったです。なんか、わーいっていう楽しさじゃないよ、もちろん。人生かかってますから。なんだけど、やっぱ本気でなんか、音楽が好きなんだろうなっていう方と、本気で人生向き合っているそのタイミングに出会えて、そして一緒に同じ目標で、まあ取り組めて、本当に楽しかったです。これがね、過去形にならないことをもちろん願っていますけど、まず一旦は、はい、楽しかったということで、はい、締めたいと思いますけど、まあ、もしね、これが、通らなかったとしても、これはいつもスカイハイさんがいつもおっしゃってることですけど、これに落ちたからといって、否定してるわけでもないし、魅力がないっていうわけでもないし、クオリティが低いとかそういうことじゃなくて、ビジネス的にグループを考えた時に、こういうバランスがいいとかね、そういう意図があったりするわけで、好みじゃないとかで選んでるわけでもないしね。だからこう、落ちたところで、あ、私の人生これで終わったなと。もう諦めよう。って思う必要は別にないと思っていて、何回も言うけど今の時代は今までの概念が崩れつつあるので、どこで自分がそういう活動できる場が出てくるかっていうのは本当わからない時代なので、諦めなくていいんじゃないかなと思いますし、もしかしたらですけど、まあね、こういうオーディションは、この信念があるオーディションっていう言い方していいですかね、は増えてくるんじゃないかなって正直思ってるので、まあすでに増えてはいるんですけど、もっともっと、活発になっていく気もするので、なんか今すぐ諦める必要もない気がします。はい。今までの概念、年齢はもう10代の後半になってくると遅いみたいな、そういう概念も少し緩くなっていくことを願ってるし、そうであってほしいとは思うんですけど、なんかね、今まで私たちが思っていた時代ではないっていうのは確実に言えるので、なんかそこ、本当に、大事な考え方だと思うので、諦めないでほしいなとも思います。はい。まあ、ね、見限るというか、どっかで区切りをつけるっていうのも、まあ、大事な時もあるでしょう。それがどこかっていうのがわからないから人生大変なんですけど、わかったら苦労しねえよ、みたいなね。わかるよ。めっちゃわかる。けど、私が10代の時に恩師に教わった一つの言葉を授けましょう。継続は力なりです。OK ですか？はい。じゃあ行きましょう。じゃあ見ていきますね。行きまーす。せーの、スタート。はい。お願いします。覚悟があるか。なるほど。結構本質ついて喋ってくださってる感じしますね。敬意。なるほど。タイミング？お告げですか。なるほど。あ、そうなんだ。そっか。それは何回か聞いたことあります。なるほど。なるほど。さあ皆さん、お肌綺麗。めっちゃ綺麗ね。
歴史はあるよね。かっこいい。歴史はあるよね。ステカーか。いや、年齢層がこう、近い。はいはいはい、わかるかも。チャンミナさん、年齢近いっていうのは大きいと思う。うん。うん、わかる、めっちゃわかります。うん、そんな変わらない。うん。え、そうやと思う。うん。なるほど。次世代のエネルギーかな。めっちゃわかります。うん、なるほど、導いてくれる人ってことですね。勘をね、勘なんですよね、ここまで来ても。ああ、いや、逆に良くないですか、その感性を持ってらっしゃる方の方が。うん。人の人生ですからね。確かに確かに、それは大変かもしれないですけど、その重みを分かってらっしゃる方だと大丈夫じゃないですか。うん。一緒に走るみたいな感じ。まあ、勘、うん、信頼もあるでしょうね、この二人の場合は。うん、両方大事ってことですよね。うんうんうん。なるほど。めっちゃ考えてらっしゃる。なるほど。そっか。すごいですよね。そうですよ。いいことおっしゃるわ。そういうことなんですよね、結局。シンプル。一番大事にしてるもの。声ね。声はもう、もともと持ってるもんやからね。
わかる。じゃほんまにわかる。うん。はいはいはい。ダンス勝ってるよね。わかる、めっちゃわかる。ガールズグループの話ね。そうなんですよ。逆にね。ぶっこむな。いやー。ぶっこむね。超本音。超かっこいいな。はい。うん。マジでわかる。うん、はい。いやもう私この話オールでできますよ。それはもう私もいつもレッスンで言ってますね。覚悟があるかないかですよ、最後は。うん。うん。でもやっぱりそういうものに、ちょっと出されていくものだと思うけど、うん、やっぱり耐えられる。うん、覚悟じゃないと無理やな。うん。理不尽さはいっぱいあるからね。うん。終わりました。はい、見終わりました。もうマジで私がずっと思ってたことをちゃんみなさんが言ってくれたから気持ちかった。
のもあるけど、私が想像してたよりも結構がっつりと本音を語ってくれたところが、良かったかな。なんか、わかるの。まあ、ちゃんみなさんだから説得力がある言葉だなと思ったのは、ダンスもちゃんとやって、取り組んで、一生懸命やって。で、ガールズグループでデビューするために、歌もダンスも両方頑張ってきた人だからこそ、説得力があるなとも思うけど、BGM とかでこう、よく店舗で買い物、なんかどっかお買い物しててとかで、BGM で、今流行りの曲流れてくるでしょ？で、パッて流れてきた時に、誰の声かがすぐわかるっていうのがめちゃくちゃ大事だと思っていて、まあ、シンガーだからそらそう思うでしょってね、思われるかもしれないからあんま言わなかったんですけど、それは今後ダンスグループであろうが正直当てはまっていくスタイルだと思うんですよ。誰の声かすぐわかる、誰の曲かっていうのも大事なんですけど、今までは誰の曲かすぐわかるような作り方を周りのプロの作曲家の方がやってくれてたと。でも今後は、それプラス、それだけじゃあかんから、それプラス、どう歌ったら、あ、彩香さんやってすぐ分かってもらえるかっていう歌い方とかね、をしていかなあかんなってずっと思っていて、で、まあ、例えばなんですけど、じゃあ、お店で買い物しててすぐ、うわ、もうこれ、曲知らなくてもよ。その曲を知らなくても、あ、もうこれ、スカイハイさんやんってすぐわかるのよ。やっぱり。スカイハイさん、これは確実にって。ほんまにすぐわかる、正直。それぐらいの、ポップって意味ではなくて、そういうキャッチーさ、個性ですよね。が、やっぱないと、ちょっとこれからは、どんどん厳しくなっていくと思います。揃ってるだけもあかんし、歌が上手いだけもダメだし、ダンスが上手いだけももちろんダメだし、クオリティが上がりすぎてるんですよ、だから。で、見てる方の、意識もだいぶ高くなってきていて、今までアーティストに求めてたことが、アイドルにも向けられてるし、アイドルって読んでいいかもわからない、アーティストとアイドルといろいろ兼ね備えてる、エンターテイナーが増えていくと思うので、日本は特にね。だから、当分の間はそれでいくと思うんですよ。だから、そこで、みんなと同じように歌ってとか、綺麗に歌って、見本のように歌って、音程合ってる、リズム合ってるっていう練習の仕方は、本当に意味がないと思います。もちろんデビューできる人もいるし、それで成功してる人もいるでしょう、きっと。だけど、私がやっぱ心から応援できるなって思うのは、パッて聞いたとき、画面なくてパッて聞いたときに、耳に残る声っていうことがすごく大事なので、ちゃんみなさんの言ってることは結構、シンガーさんとか、そうですね、声の仕事をしてる人はすごく共感する内容だったんじゃないかなと思ってちょっと今聞いてました。まあ、結構ぶっちゃけって張ったから、まあ、あれが本音だと思うので取り繕ってないなって思ったので、その言葉を真に受けていいと思います。で、私もそう思うし、多分私だけじゃないと思うんですけど、そう思うのは。なんかね、結構今まで BMSG のリアクションしてる時にも多分チラッとは言ってると思うんですよ。ダンスのレベルはめちゃくちゃ日本高いと思うんだけど、歌のレベルをもっと上げていかないと、ボイストレーナーもそうだし、教える側もそうだけど、やる側ね、やる側の意識も上がっていかないと、世界っていうのはちょっと厳しいんじゃないかなって思うので、なんかそういう意味ではすごいなんか的を得た動画だったので、まあ、そういうなんかこう意味のある内容だったからね、こう出してくださったのかなと思いますけど、本当に勉強になりましたし嬉しかったですね。やっぱわあ、もう私だけじゃないんやっていう気持ちが BMSG 関連の動画を見るとやっぱ出てくるし、それに賛同する今の世代の子も絶対いっぱいいると思うから、なんか間違えて練習しないようにっていうのがありますね、本当に。はい、マジでこれは大事だと思います。はい、ということで今回はノーノーガールズの、対談動画ですね、見させていただきました。もし一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。